さあ例によって、ミドルは距離です。ドン、ハイネケン 1.36。 4.1。 スミヤ選手先行のゲームスタート。なんかこう力が抜けてる感じしますね、松本めぐみ選手。もうちょっと見てみたいですね。いや軽いですね。軽くキープ、ナイスキープです。トリプル捉える。そしてさあ100取ってきます。ナイスコア。356残り、100取って256、こういうとこ持っていきたいですね。ロスコア。ここで松本めぐみ選手チャンスですね。100取って146、この数字持っていきたいですね。ナイスキープです。286。トリプル2本必要な数字なので上がり目を出すのは簡単じゃないですね。さあ来ました、60から。そして125でナイススコア。うまいですね。そして松本選手286。いやいい感じでね、狙えてます。226。205残り。さあ上がり目出したいですね。ブルー、ナイス。ちゃんとできてます、ちゃんと分かってます、住谷選手。226残り、20から。もうおっと、これで、トリプル絡まないといけません。トリプル絡めて141、ナイスアレンジ。180残り。さあ20ラインね、貫き通したい。60取って120、そんなイメージでいってほしいですね。19に20で158で上がり目は出してきましたが、少し難しい。141残り。121でブルー20。さあ60取って81。158残り。さあちょっと安定してた20がちょっとばらつき出しましたね、住谷選手。さあここは19、そして12、トリプルでもいいんですけどね。そしてインナートライ、ドドーン、レッドブル。ナイスレッドブル来ましたね。インナーフィニッシュ。
いや、いい感じですね。さあ、21ダーツでブレイクした松本めぐみ選手先行のゲームスタート。さあ、ロースコア、ロースコアじゃないですよね。40っていうのは本当に悪い数字じゃない。さあ、トリプル絡めてナイスコア371、残りに対して415、残り140欲しいですね。140取ると365っていう数字ができるので、次の展開が有利になります。そして140取って見せてほしかった。140取って165というね数字、その先の行く末を。さあ60から、いいですね、ブル。ここもね、3投目ブルで105取ってると次の展開がやりやすい。290残り、270、20でいいですね。ここも245残り、対戦は290。角谷選手もうまいですからね、20の安定感がいいですよね。さあ285、264。さあ、どういうアレンジ。1からの224で、60で164という数字が残って上がり目が出せます。いやー、見事、注文通り。いや、松本めぐみ選手いいじゃないですか。ちょっとだいぶこれ投げ込んでますね。さあ264、こちらもね、100取って164という数字作りたかったんですが、19にスイッチしてもよかったんですが、角谷選手は20が合ってるので20中心で狙っていきますね。さあ164、残り20から、そして18トリプル。おっと、ナイストライ。いや、レッドブル言いたかったな。さあ224、60取って164という数字なんですけど、60入れて141、ナイスアレンジ、見事なアレンジ。さあ15からアレンジからの8ダブル。おー、ちょっとやばいっすね。めちゃめちゃいい感じじゃないですか、松本めぐみ選手。いや、仕上がってるな。21、20ダーツと、世界でも、ウーマンの中では世界でも通用するレベルのアベレージですね。ナイスダーツ。